はい、というわけで今回もサカツクは声のみということなんですけどもね、ここ最近ね、声のみっていうのは単純にね、マグがちょっと忙しかったからね、基本的にはね、まあ残業ってやつですよね。まあ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 、そういうね、仕方がない感じだったんですけれどもね、今日に関してはちょっと違うんですね。残業はなかったんですね。単純にアルビレックス新潟対東京ヴェルディの試合を見ていたので遅くなっちゃったっていう、ただそれだけ。試合は0対2で東京ヴェルディが勝ちました。カンビアソとサネッティが仲間になりたそうな顔でこちらを見ている。はい、どうもマグマグマグロンと申します。はい、どうしましょう。ねえ、もう本当に皆さんはもうアルゼンチンお引きになられたんでしょうかね。マグのね、 GB をご覧ください。左上35,000ということでね、100連をやる準備はできている。できているんですが、どうしたらいいんでしょうか。ね、もう本当に申し訳ないんですがね、本当に。ちょっとね、他の戦術強くしたいんだよなぁ。ね、本当に。あ、今はね、ちょっとね、星音育ててます。ね、ちょっと今星音が大事なのよ。ね、ちょっと赤連携をちゃんと作っとこうかなと思ってね、今週はリーグ回せるんでね。だから今現時点でのマグを見てみると、42万、そして1個だけなぜか飛び抜けて52万。バランスが悪い。ね。このバランスをね、なんとかね、平らかにしていきたい。どうしよう。っていうので今ね、ずっと悩んでおります。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。はい、というわけで、10月23日付サカツクお知らせ読んでいきたいと思います。さあ、皆さんはね、どうしましょうかね。ポゼッションが強くないってなったらもうね、全振りでいいと思いますけどもね。はい、というわけで、じゃあまずは今週のやること、ででん、リーグランキングイベントやりましょう。はい、というわけでリーグランキングイベントが来ております。黒ビブスが欲しい方はガチでやってみてはいかがでしょうか。ただね、報酬に関してね、欲しいっていう人、あとはこういうサカツクのイベント的なものは全力でやるんだっていう方はね、ぜひリーグランキングイベント順位を競ってみてはいかがでしょうか。マグは赤連携を目指したい。赤連携を目指したい。またいつか来るリミテッドマッチのために星4を今育てようとしておるのですね。というわけでね、人それぞれね、おのおのの感覚でやっていきましょう。マグはちょっとね、星4をね、育てております。今はね、星4の選手たちに星3のスキルレベル3を食わせているところですね。地味な作業をしておりますね、本当に。はい、次、今回はね、その合間合間に SWCC カップもありますのでね、こちらでトロフィーも、ゲットしていきましょうということで、それでは WCC カップもあるよということでございます。そして、予告も来ております。はい、こちら。第64回 SWCC 開催決定ということで、こちらもね、サカツク王に俺はなるの、ノミネート大会になってますので、ぜひ皆さん頑張って、いい成績を目指しましょう。ちょっとマグは前回ひどすぎたからな。あれはなんだろうな。なんで急にあんなにダメになったのかな。マグ以外の方たちがだいぶレベルが上がったということなのか、それともリバプールに固執したのがいけないのか。サラー、ディアスのための SWCC ということでね、結構無理クリアの二人使った感は否めないね。あんまりああいうことしない方がいいのかな。やっぱり戦術違いだからね。戦術違うのに使ったわけだからね。まあ次回も同じことやります。懲りてない。
はい、というわけで、次回のね、SWCC も、また、ゴールドコインはね、ちゃんと集めとかないといけませんね。また、母体確保からのご突をしなければならないという、大変なことになっておりますからね。頑張っていきましょう。あ、次回ですね。ゴールドトロフィー100個選手に関しては次回ですね。今回はじゃああれかな？日取りが出てるかな？日取り。ここですね。エントリーに関しては来週の10月30日からエントリー。そして再来週が本ちゃんということになっていますのでね。今週はただの予告でした。はい、じゃあ次。行き過ぎだ。はい、もう一つ、新リーグ開幕、フランスリーグ2425ということで、新リーグ挑戦で、スタジアム建築許可証をいただきましょう。新アクセサリーも登場ということになっております。スタジアム建築許可証が獲得できますということで、もう先に言っとくよ。これはね、どちらかというとね、皆さんへの情報というよりかは、マグが自分に対して言わなければならない戒め。ね、皆さんはどうなんでしょうかね。スタジアムを建設した後、ね、もう一度ね、建て替えでしたっけ？何でしたっけ？ね、あれもありますので、忘れないようにね、建設して満足するっていうのがね、一番良くないですからね、マグはよくやらかすんだ、それ。ね、なので皆さんもお忘れなきよう。一発で終わるかな、それとも。ね。それともやっぱりあるかな、建て替えがね。ただね、ちょっとね、最近このスタジアムに関してはね、たまに忘れてて、あれだよ、見に行けばいいか。タウン、スタジアム。これですよ。このね、設備の追加。これがね、ちょっとね、偏るよね。ここら辺の偏りをね、ちょっとね、運営ちゃんにはね、なんとかしてほしいのよ。うん。まあ、わざわざ取りに行けばいいって言えばいいんだろうけどもさ、カップ戦もね、銅の進化玉が欲しいから、そればっかり回すじゃん。だからね、あんまりね、ここのね、設備がね、増えないのよね。別に、今更、コイン増やしたところで、観客動員数増やしたところで、なんてことはないんだろうけどもさ、なんか、ちゃんとコンボを発動させたいの。っていうね。ただそれだけなんですけれどもね、効果が薄くてもいいからコンボを発動させたい。ということでね、何かしらのイベントの際にこういう設備も混ぜ込んでもらえるといいな。なんかね、SWCC カップのところとかにさ、全部の設備が出てくるとかね、なんか偏っちゃうじゃん。ね、ただそれだけね、あんまりこんなところにこだわってる人いないと思うけどもね、もうすっかり何にも入れてない人もいるんじゃないかな。はい、というわけで以上今週のお知らせでした。一旦カットして今週のガチャのお話ししていきたいと思います。いたがとう。はい、カンビアッソとサネッティが仲間に、あ、いや、もういい。2回目。ね、同じこと2回やりました。大事なことだから2回言いました。ね。バグ以外の方はね、引いた方がいいと思います。ね。引いた方がいいよ。はい、というわけで、今週のガチャはこちら。神の子ってのは来週ですよね、確かね。アルゼンチン追撃ガチャに関しては、次回ということなのでね、そちらもね、ちょっと注目ですよね。まあ、もしかしたらね、一応追撃見てから引こうかなっていうふうにね、思ってる方もいると思うんでね、一体どんなのが来るのか楽しみですね。スターチャレの時に、なんとなくの予想はしてます。ね。当たるかな？はい、というわけで、2000GB で特別獲得枠、ステップ5は新星5選手確定、スキルセレクションスカウトというのが来ております。新スキル、エンハンストラップ、リベリオンパスカット。なんか、伝説級の、ポケじゃない、スキルですね。なんか、ポケモンっぽい名前だったね。
はい、というわけで、じゃあちょっとこっちじゃなくてこっちで見ていきましょう。今回のは別に星5確定は関係ないやつだよね。一応ね、見に行こうか。ね。今回はボーナスとかは、はい、関係ないということでね。一回わざわざ見に行きますよ。はい、というわけでじゃあ見に行ってみましょう。はい、ニコラス・ゴンザレス。え、これアルゼンチンとか関わりあるのかな？ないみたいですね。先日も4つに分かれてるかな？あ、分かれてますね。あ、もう10連で特別獲得枠 50% はあるんですね。あと4人しかいませんね。これはなかなか、ですよ。いつもなんて言ってたっけ？闇が浅い。ちょっと、いつものフレーズを忘れました。はい、というわけで、センターバックは、ヘススバジホ。中央突破の選手ですね。カバーリング系統で、SS。で、これですね、これがね。リベリオンですね。相手ミッドフィルダー、選手全員のスタミナが中ダウンする。なんかもういっぱいモリモリですね。あ、なるほどね。なので、今回のこのガチャはあれか、スキルエーサーを欲しい人用、みたいな感じですかね。この選手たちをそのまま強くするというよりかは、ね、彼らは餌となるんだ。そういうことだ。ボランチ、ダニーロ・カタルディ、フローレンス FC の選手でございます。カウンターで SS。こちらですね。ラベージタックル。ね、いや。もうね、今まずはね、星5確定チケットで引ける程度の選手のスキルしか上げられないですよ。ね、だからね、まあそんなに強くはならないんだな。右ウィング、ソロモン・マーチ。こちらに関しても SS、そして、ワイズ・ドイブルが入ってますね。こちらもやっぱりスキル、餌になれる選手ですね。そして、ポゼッション、ニコラス・ゴンザレス。こちらに関しても、新スキル、エンハンストラップ。これが来ておりますね。これも、なんか、モリモリ。だいぶいろいろ、持ってありますね。はい、というわけで、これはもう、ガチ勢の方のための、スキル餌。そんな感じにな、仕上がっておりますね。いや。え、どれぐらいの、あれなんだい？確率なんだい？あ、10連で 2000GB で引くことができます。あ、10% ですね。そんなに、まあまあってとこでしょう。はい、というわけで、以上今週のガチャでした。ここまでで終わってしまっては、短い、ということなので、この後、引きたいと思います。何を引くのかって、それはもう当然決まってるじゃないですか。バティスタとジメーノを引きたいと思います。無料分！皆さんはどうです？無料分結構引けました？まだね、2体か3体ぐらいしかまだ引いてないですね。なかなか来ないですね。とにかくコンプはしたいですね。はい、というわけでね、じゃあちょっとここら辺でね、ちょっとサカツクの話をね、ちょっとさせていただきましょうか。サカツクの話かな？ちょっと違うかもしれないんですけど、今ね、ちょっと皆さんもね、気になってるかもしれませんけれども、あれですよ。セガさんがですね、某ソシャゲの会社をですね、特許侵害の疑いで訴えるというね、事件がありましたね。いや、あの事件、詳しく調べてる方ならなんとなくわかると思うんですけれども、訴えた内容がですね、ちょっとね、マグもびっくりの内容だったんですよね。一つが、なんかね、カードゲームのカードをアーケード基板の上に乗せて反応してゲームを遊ぶっていうのを特許を取ってるんです。三国志大戦、戦国大戦、そしてマグの大好きな WCCF。ね。こちらで特許を取ってるんですよね。で、なんかどうもね、これにまつわる特許を侵害しているということでね、その、ソシャゲのゲームがね、訴えられてるそうなんですよね。そっか。あれってセガの特許なんですね。まあでも、
あんまり他のゲーム会社であの手のものは見てないな、確かに。で、ソシャゲでどこが引っかかるんだ、それって感じもするんですけれどもね。ちょっとびっくりしましたよね。で、マグが一つびっくりしたのは、なんかその、特許に関するなんかメモみたいなの見たんですけど、なんか SNS で流れてたやつなんですけどね。それを見ると、あの、8台並んでて、その基盤に人が座ってるんですけど、明らかに WCCF。はい、というわけで出ませんでしたね。ね、ちょっとびっくりしちゃいましたよね。そして皆さんも、サカツクをやっている人なら、いや、他のソシャゲでもね、多分似たようなことはあると思うんですけど、皆さんもね、サカツクやってる限りは、みんなやってるでしょうという話なんですけど、星5の選手をダブったら、とつりますよね。そうなんです。結構他のゲームでもあるんじゃないかなって思うんですけど、星5の選手を重ねるって、強化するっていう突。このシステムもどうもセガが特許を取っているという話なんですよね。で、それを侵害したとしてこれも訴えているということなんですが、いや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 、そうか、突ってなんか当たり前に思ってたけど、そうなんですね、セガさんなんですね。やるね。でも、サカツクの運営ちゃんがやってるというか、サカツクの、その、法務部的なのがやってるのかな。あ、来ました来ました。よかった。このまま特許の話だけで終わっちゃうところでした。ねえ、本当に。ジメーノは持ってたような気がするな。まだあと何かしら取ってないと思うんで。それこそバティスタまだ引いてないんだよな。あの、トツルキアンか、まあ、モートないんでコレクション用に5体欲しいです。どうせ売ってもゴールドコインにならないしね。ねえ、というわけでね、突っていうシステムも侵害していたということなんですが、サカツクユーザーの方にはね、もう一つあるんですよね。この三つで、なんか実はね、5つなんですけど、ほぼ被ってるみたいなんで、なんか大体3つらしいんですけど、もう一つがですね、これも俺、他のゲームでもやってないっけとか思っちゃうんですが、皆さんもね、つい先ほどはマグも言いましたよ。100連引いたら好きな選手引ける。ね。100連ぶっ込みましょうと。ね。もうちょっとで 36000GB 貯まるんで100連引けるねってさっき言ったでしょ ?100 連引いたら好きな選手を獲得することができる。あれも特許を取っているそうです。セガさんやるじゃん。ねえ。びっくりしました。あの、もう次のガチャ行きました。今回のガチャで、ね、セガ裁判の話することになるとは思わなかったね。サッカーの話じゃないんだね。アルビレックス新潟対東京ヴェルディの話じゃないんだね。まさかのセガ特許のお話ということで。というわけでね、あの、100連やったら、1体確定で引けるっていうのを、あれがね、どうもそのソシャゲの会社がね、ちょっとやっちゃってるそうなんですけれどもね。いやいや、でも、そんなの他の会社でもやってるじゃないの。なんで、あの会社だけ訴えられたのみたいなね、そんなのもあるんですけれどもね。これもね、あの、まあ、ちょっと、某、ゲームを作った方の YouTuber さんでね、あの、権利関係とかね、著作権関係、特許関係の話をね、ちょっとチラッとしてたんですけど、ここら辺でね、なんかね、こう、暗黙の了解というか、そういうのがあって、先に、特許を取ったもん勝ちみたいなんですよね。実際は。だけど、新しくゲームを作った会社ってのは、みんな、あ、これはいいのを作った。よし、じゃあこれで特許取ろうって言って、その会社の法務部が特許を申請する。そしたら、ちょっとこれに近しい特許があるんですけれども、どうしますかっていうのは、相手の会社にも行きますし、自分たちの会社にも、まあ、特許庁っていうところなのかな。そういうところから、ちょっとこれ、広い範囲で特許を申請しちゃってるから、よその特許と被らないですかみたいな忠告が来るそうなんですよね。で、競技を重ねると。で、まあ、老舗のゲーム会社さん同士だったら、あ、ごめんね、みたいな。割り割り、みたいな感じで。そっか、もう、宅が先に取ってたんですね。申し訳ねえ。あ、じゃあ、こっちちょっと、抗議的な意味、あの、広いっていう、広い義理って書く。抗議的な意味で取っちゃったから、うん、じゃあ、後から申請したから、うちはちょっとキュッと狭めて、
競技的な狭い義理って書いてね、競技的な特許に変えます。申し訳ない。あ、じゃあそれならそっちの特許だったらいいよみたいなので、なんかこう暗黙の了解でそういう風にね、お互い、まあ昭和の時代ですからね、よいしょよいしょよいしょというか、なんて言うんですか、そういうのなあなあと言いますか、ことなかれ主義と言いますか、なんか全部合ってるね。まあそういうのでね、あのまあ持ちつ持たれつの関係で行きましょうよみたいな感じだったらそうなんですよね。ただ今の新しくできているソシャゲの会社に関しては、もう令和の時代にできた会社なんで、まあ多分よいしょもしないし、ことなかれ主義でもないんでしょうね。もう多分ね、ここ1年2年で急にさ、何十億と手に入れちゃったソシャゲの会社が急に法務部を作るんだよ。で、急に特許を手出すんだよ。ね。あの、競馬馬が女の子になっちゃってるやつとか。なっちゃってるやつとか。あと、なんだい?あの、ポケモンによく似たやつとか。ね。ああいうところもね、急に法整備を強くして、で、特許いっぱい取りまくるんですよ。そしたらね、ちょっと引っかかっちゃったんですよね。で、ちょっとどういうことそれって言ったら、今までだったら、じゃあちょっとごめんね、狭くするねっていうところなんでしょうけど、今の令和の世の中、ソシャゲの会社もね、ちょっと気が大きくなってるのか、法務部が何ですか、袖まくりしてるんですかね、もうアップを始めましたみたいな。ね、作られたばかりの法務部ですから、なんかこう、頑張っちゃうんでしょうね。おし、これはもう売られた喧嘩買ってやろうじゃありませんかみたいな感じで、戦っちゃうみたいなんですよね。だから、なんか裁判になっちゃうみたいなことをね、なんかね、某 YouTuber さんが言ってました。ね。なんかね、あくまでも全部妄想って言ってたんですけど、なんか俺これ合ってるような気するんですよね。なんか昭和の頃は、まあ、ちょっとまあこれは申し訳ないみたいな感じで許されてたんでしょうけども、今はなんかどうもね、ソシャゲのゲーム会社も強気みたいで、100億もお金手に入っちゃったらやれんじゃないかとか思っちゃうのかもしれないですね。だからね、ちょっと大手、老舗のゲーム会社に一泡吹かせてやろうみたいな感じで、売られた喧嘩買っちゃったんじゃないかっていう、そんな話をしてました。何の動画ですか、これ。ね、というわけでね、ね、セガさんもね、もう、びっくりでしたけど、今回のね、件に関しては、3つの特許に関して2つ、ちょっと我々にとってもびっくりでしたよね。サカツクで普通にやってたよねっていう。ね、というわけで今回、ね、セガさんの特許、トツル、そして100連やったら1体無料、噛み締めて、サカツクを遊んでまいりましょう。ね、こういう特許をセガさんが申請している、それをね、噛み締めて我々サカツクユーザーは遊んでまいりましょう。ね、というわけで、訴えられてしまった、他のソシャゲな皆さんもね、なあなあでやっていこうよ仲良くやっていこうよということで、締めたいと思います。今回の動画良かったという方は、コメント、高評価、チャンネル登録していただけますと、マグの動画作りの励みになります。よろしくお願いします。はい、というわけでね、なんかね、結構ね、こう、いろんな、この権利関係のね、動画いっぱいあってね、面白いですよ。いろんなこと言ってる人たちがいるんで、まあ真実はね、はっきりとわかんない。今、マグが言ったのもね、言っちゃあるけど、他の人の話なんでね結局完全に乗っかっちゃってるわけですけれども、まあとにかく、ね、そんな、セガさんのお話でしたということです。ね、話半分でいきましょう。ここまで言っといて。ではでは、今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。ねえ、なんかこんな話しちゃったら100連引きたくなっちゃうよね。好きな選手、引きたくなっちゃうよね。ほんとに。特許を噛み締めて引きたくなっちゃうなぁ。追撃を待とう。ここまで言っといて。